はい、こんにちは、116ウィンズです。昨日は大谷選手不在の中でみんながマスコミによるいわゆる大谷競争局に振り回され、大谷さんの決断が近いかもしれない、大谷がトロントに向かっているそうだ、大谷がブルージェイズとの契約に合意した、いや大谷はそもそも南カリフォルニアの自宅すら出ていない、菊池雄星選手が寿司屋を予約したぞなどね、次々出てくる情報に一喜一憂しましたが、しかし肝心の大谷選手の決断は昨日の段階では出ず、一体どこのチームと契約するつもりなのかと思っていたら、移籍の第一歩は大谷選手のインスタグラムでしたね。かねてより移籍先の有力候補として挙がっていたドジャースへの移籍を決めたとご本人から発表がありました。その後 MLB の有力な記者たちが契約の総額を明らかにしまして、10年総額なんと7億ドル、7億ドルですよ。大谷選手の契約予想についてはいろいろなものが出ていて、4億ドル近辺なんじゃないか、5億ドル近辺なんじゃないか、もしかしたら6億ドルすら乗っちゃうんじゃないかと言われていた中で、想像のはるか上を行く7億ドル、今までの MLB 市場においてマイク・トラウトの総額4億2650万ドルが最高額でしたので、5億ドルでもなく6億ドルでもなく7億ドル、ちょっと契約規模が天文学的すぎて、それって一体いくらなんですかと、いや7億ドルとは書いてあるんですが一瞬わからなくなってしまいました。ちなみにこれは全世界のスポーツ選手の契約総額としても史上最高額みたいですね。まあ MLB 史上最高額の契約を手にするのはほぼ間違いない状況でしたが、ここまでとはびっくりです。今回はこの大谷選手とドジャースとの契約を中心にお話していこうかなと思います。大谷選手が今更どんな選手であるかは皆さんもよくご存知かと思いますので説明は省きますが、今回彼と契約を結んだドジャースは1年前からこの日のためにペイロールの準備をしっかり進めてきました。昨年オフのドジャースはトレイ・ターナーやジャスティン・ターナー、コーディ・ベリンジャーなどの主力選手が相次いで流出しましたが、その穴埋めとして獲得してきた FA 選手たちは全て1年契約の選手たち。 MLB でもトップクラスに資金力が豊富で、必要であればスター選手の獲得にも積極的なドジャースとしては珍しく静かなオフシーズンを過ごしていましたが、まあコンフに向けてペイロールを開けようとしていた、大谷選手に提示できるお金を可能な限り用意していたとされ、獲得したいという思いは明らかでしたよね。大谷選手は基本的に打者としては DH1 本なわけですが、ドジャースは昨年フルタイム DH 要員として JD マルティネスと契約していて、彼とも1年契約でしたし、コンオフは再び FA となったマルティネスに対してもクオリファインオファーの提示も行っていませんでしたから、大谷選手を入れる体制はやはり整っていました。ウィンターミーティング中にロバーツ監督が大谷選手と接触したことを明らかにしていましたが、その時点で接触できているということは、大谷選手サイドから見てもドジャースはおそらくファイナリストか、あるいはそれに限りなく近いチームであったということで、実際にその通り今回ドジャース入りが実現した格好となりました。で、大谷選手のような特別な才能を FA で獲得できるほどの資金力は、まあドジャースかメッツくらいだろうとだいぶ前に話した記憶がありまして、で、メッツが今のチーム状況ですとか、大谷選手自身もニューヨークにはそこまで興味がなかったのか、あまり移籍先の候補として名前が挙がってこなかったので、そうなるとドジャースに行くのは今思えば至極当然な結果とも言えるのですが、7億ドルはちょっとなんというか、やっぱり改めてドジャースしか出せない金額だなと。こちらが契約総額ベースでの MLB 史上最高額の契約トップ5となりますが、5位がパドレスと契約延長したマニー・マチャドの11年総額3億5000万ドル、4位が去年の FA 史上最注目選手の一人だったアーロン・ジャッジで9年総額3億6000万ドル、3位がこれから大谷選手のチームメイトとなるムーキー・ベッツで12年総額3億6500万ドル、2位がこれまでのチームメイトだったトラウトで12年総額4億2650万ドル、そこから1段も2段も飛ばして大谷選手の10年総額7億ドル、バグってますね。はい。改めてこうして並べてみますと、その異質さが際立つと言いますか、本当にね、何ですかこの金額の契約はという感想しか出てきません。10年総額7億ドル、年平均直して7000万ドルと、スター選手2、3人と軽く契約できそうな金額で、いくらドジャースでもそんな年俸負担大丈夫なのか、贅沢税の計算耐えられるのかと思われた方も多そうですが、その辺はバッチリ対策がなされているようです。通常贅沢税の計算においては契約総額の年平均の金額がそのチームのペイロールに参入され、今回の大谷選手のケースだと7000万ドルが毎年本来ドジャースのペイロールに加算されていたところなのですが、どうも今回の契約金額は分かっていないんですが、相当な額を10年契約終了後に後払いするみたいなんですよね。現在の労使協定においてこうした後払い分には割引現在価値が用いられ、後払いとする分も今の貨幣価値に直して換算されると、例えば今日の1万円と来年の1万円である利子やインフレ率などの影響で額面上同じ1万円であってもその価値は全く同じではない。これはなんとなく直感的にご理解いただけるかと思いますが、大谷選手の場合7億ドルの相当な額の支払いを後の年に回すことで契約の現在価値を押し下げているようなんですね。
ESPN のジェフ・パッサン記者は最終的には年4000万ドルから5000万ドルくらいの金額がドジャースの贅沢税の計算に参入されるのではと推測していて、まあこれでも普通のスター選手を基準とすると全くもっと安くはないんですが、当初の年7000万ドルと比較したら贅沢税の計算においてはかなり圧縮できていると。こうすることで大谷選手を獲得してもなお他の補強に動きやすくなり、実際先発陣の強化がマストのドジャースはまだまだここから動くでしょうし、動く余地もおそらく十分にあるような状況です。契約の相当部分を後払いとするのは大谷選手サイドの提案だったそうで、球界最高の選手のある種の責任として史上最高額の契約は手にしながらも、自分が入ることで補強しにくくなってしまう、チームが勝てなくなってしまっては本末転倒ですので、まあ実にこれまでの大谷選手と一貫した行動だなとも思ったものです。でこうした後払いの例は別に大谷選手に限った話ではなく、例えば同じドジャースで言えばベッツの契約も12年総額3億6500万ドルですと年3040万ドルの負担ですが、2033年から2044年まで計1億1500万ドル後払いとすることで年2560万ドルまで圧縮されていますし、フレディ・フリーマンについても6年総額1億6200万ドルの契約、年平均2700万ドルのところ2028年から2044年まで計5700万ドルを後払いとすることで年2470万ドルの負担となっています。また昨年オフにメッツと再契約を結んだエドウィン・ディアスについても5年総額1億200万ドル、年2040万ドルの負担のところが、これも2033年から2044年まで計2650万ドルを後払いとすることで年1860万ドルまで圧縮されています。ただまあ大谷選手の場合は本来年7000万ドルであるところが現在価値で年4000万ドルから5000万ドルと言われるところまで圧縮しているとパッサン記者は推測していますので、これらの選手たちと比べてもかなりの割合を後払いにはしているんでしょうね。このあたりはどのくらいの金額を後払いにしたのか続報を待ちたいなと思います。まあそんなこんなで大谷選手のドジャース入りは実現したわけですが、近年 MLB 最強クラスのチームとして君臨してきたドジャースに強力すぎる援軍が加わった今回の契約、来年は投手としては全休予定ですが、それでも打者としてはしっかり活躍してくれるはずで、上位打線のベッツ、大谷、フリーマンの並びはもうドリームチームすぎますね。強いチームで大谷選手がどんな輝きを見せてくれるのか楽しみですし、またいずれ二刀流として復帰した際にはフルタイム DH と6人ローテというロースターの制約が生まれることになるんですけれども、エンゼルスはそこに苦しんだ側面も正直ありましたが、 MLB 最高の頭脳の一人であるドジャースの編成トップアンドリュー・フリードマンが大谷選手の力を編成面からどう生かしてくるのか、これもまた見ものですよね。大谷選手がまだ一度もたどり着けていないプレーオフ、ひいてはワールドチャンピオン、ドジャースでここに手が届くかは期待されるところです。ドジャース大谷のレギュラーシーズン初陣は来年3月韓国ソウルで行われるパドレスとのソウルシリーズですが、これプラチナチケット化しそうですよね。見に行きたいんですけどちょっと難しいかなという感じですかね。はい、そして最後ね、マリナーズファンとして1個言わせてください。ジームスターマジでただ12月の土曜日に臨時休業しただけかよと。クリスマス商戦さなか、ただただ商売系がないだけのマリナーズでした。今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。